時の革命です。弥生時です。松井塾です。さあ本日はやっていきましょう。もう一発目からなんですけど、土器の革命なんですね。弥生時代といえばもう何が一番素晴らしいかっていうと、土器が革命的な事件を起こしたという形になります。で、その商品がこちらという形になりますね。弥生土器という形になります。弥生土器という形になります。なんかジャパネットみたいな喋り方になってますけれども、すいません、ちょっと似てしまってます。弥生土器の特徴は一体何かということなんですけど、今までの縄文土器ですね、簡単に壊れるんです。10回やったら1回ぐらいもうぶっ壊れるんですよ。もう嫌でしょ ?10 回に1回バーンぶっ壊れましたって。10回や、使いました、1回壊れましたってバーンって言ったら。ところが、この弥生土器、金属とかその辺の要素に状態を使ってるんで、今までのと全然違う構造を作ってくれてるので、だいたい1000回ぐらいやってもですね、全然壊れないっていう特徴を持っているのがこの弥生土器なんですね。はい。なので、今までやったらこれ縄文土器だったよね。もう環境に悪いし、お財布にも悪いという状態だったんですけれども、この要するに鉄器とか青銅器とか変わっていろんな文化がこう入ってくるおかげでですね、土器がですね、レベルアップする、進化するという事態になりまして、この弥生土器っていうのが発達しましたよということになります。さあ、ポイントはこちら、薄くて硬いですね。持ち運びも便利、そして軽いという形ですね。というわけで、お値段こちらが 19,800 円、じゃないんですけど、弥生土器ってはそれぐらい、要するにその時代の人々にとっては、ありがたいものだったということになります。よろしいでしょうか?それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。